皆さんこんにちは。選挙期間中はマナピーって言ってたんですが、今は松田学です。どうぞよろしくお願いいたします。久しぶりに参政党のたすき、だいぶヨレヨレになってるんですけども、松田学ってこれ書いたら、これ公職選挙違反ですかね。参政党ということで、今日は政党の活動として参りました。ただですね、もう選挙モードなんですね。聞いたらですね、もう今日10月1日なんで、あと考えてみたら半年、統一地方選、もうこれから参政党はこの地方選に舵を切り替えていきます。ただ皆さん、参院選でですね、本当に応援していただいた方もたくさんいらっしゃると思いますが、私これを総括して国民運動だと言ってたんです。でも本当に国民運動でした。今も思い出しますが、とにかく、東京の都心でやりますとね、我々ゴレンジャーが揃った時にはだいたい1,400〜1,500人ぐらい集まりましたね。それから私がね、大阪でやったのは、これはねものすごかったですよ。大阪で最初1日やったんですね。で翌日沖縄に行くつもりだったんです。ところが急に台風が来て、人使いの荒い神谷さんから指令が来てですね、もうせっかく沖縄に行って飛行機に乗って少し休めるなと思ったらダメなんですね。もう1日大阪にいろということで、大阪に急遽予定を変えていることになったんですね。そして夕方にですね、難波駅前ってところでそのやりましょうって話になったんです。で大阪の支部の方々から実はその後相談が来まして、同じ場所で今日岸田総理がやるんです、どうしましょうか、やめましょうかって言ったんですね。なんでせっかく岸田総理君だとやろうじゃないかと、やっつけようよって言ってやったんですね。やりましたよ、やっつけましたよ岸田総理は。で後でね聞いたんですよ、すぐそばでやってたんですですね。で両方見た方が言ってました。岸田総理来られたら帰れ帰れだったらしいですね。帰れコールが始まる。それで拍手がパラパラ。でも向こうはね、もうずっと前から大組織使って動員をかけて、やっぱり1000人集めてたらしいですね。こちらは前日の夕方に決まって告知だけしたら1200人集まったんですよ。心待つ違う。そして私もね、外線車の上に立って、道の両側がもう人でこう埋め尽くされてましてね、まあ、一言こう言いますと、わーっとこう街が揺れ動くような感じなんですね。でこのね、怒涛のようなどよめきと言いますかね、もう天と地の差だったと両方見た方おっしゃってました。終わった後自民党の人もこっち流れてみんなびっくりしてるみたいですね。あとで聞きました。もうとにかくね、それまで知らなかったという人も多かったんですね。賛成とですね、何があるんだこれは、一体何が日本で起こってるんだろうというふうに、そういう印象だったそうです。そして、7月8日でしたね。あの時、あとでもちょっとお話しますけども、安倍元総理がですね、暗殺されました。私あえて暗殺って言いますよ。暗殺ですよ、あれは。暗殺ってなんでね、メディアちゃんと言わないの。単にね、銃撃じゃないんですよ、ですね。で暗殺された時に一報が入りました。と思ったんですけどね、もうびっくりしましてね。で他の政党はね、もう最終日のあと残る2日だったんですね。で金曜日だったんです。で翌土曜日1日しかなかった。で金曜日っていうのはもうものすごい盛り上げてなければいけないんですが、安倍元総理が亡くなったっていうんで、それで街頭演説活動、選挙活動一切中止になったんです。他の政党は、参政党は続けました。なぜか、これは民主主義に対する暴力による挑戦なんです。我々は暴力ではない、力ではない、言論によって、民主主義によって世の中を変えるんだ。そのために立ち上がったのは政党なんですよ。世界のグローバルな大きな力、そこに対抗して民主主義の力で我々の自由を守っていくのがね、参政党なんですよ。だったらね、こういう時にひるんじゃダメだと、こういう時だからこそ街頭演説やろうじゃないかと言って、我が党だけ続けました。ありがとうございます。そしてただですね、残念なことに、残念というか何というか、実を言いますとね、自民党の中でもですね、自民党に対して疑問を持っている人が増えてるんですよ。私もね、ちょっと自民党でやってたことあるんです。まあね、あんまり人の悪口言っちゃいけないんですけどね、代表になったんで言いませんけど、まあそういうところなんですよね。でそれで参政党に対する応援者がすごい多いんですよ、潜在的応援者が。で有権者もそうだったんです。全国あちこち回りますとね、私自民党員なんですけど、今回は比例は参政党に入れますっていう方がどこにもいらっしゃいました。
実は創価学会の方もいたんですね。公明党の方もですね、どこに行ってもそういう方が結構いらっしゃいました。この間は誰と言いませんが、ある有名な自民党議員と会食をしたんですけどね、でその方は自民党の中でも、まあ、国益派と言いますかね、国守り派と言いますか、まあ、安倍さんに近い方が言ってました。いや、あのこの間の参院選の時は私の選挙区の私の支援者が、すいません、今回は参院選は参政党と入れさせて書かせていただきますという、みんなそう言ってたんです。しますね。でそれぐらいのこう、ね、揺さぶりがあったんです、自民党に対してですね。まあ、ところがあの安倍さんの、暗殺で一気にこれ変わりましてね、やっぱり同情票なんでしょうね、まあ、バッと自民党にそれがね、こっちに揺れてたのがかなり戻ったなというのが、これが選挙結果だったと思います。ただですね、この最終日の7月9日の芝公園、これはあの行かれた方いるかもしれませんけど、これはすごかったですよ。この場面にを見たか見ないかで、自分は歴史の一瞬に立ち会えたかどうかというね、違いが出るぐらいのすごいものでした。1万500人だそうです、集まってますね。選挙活動の街頭演説で1万人を超える人が集まるっていうのは多分ね、前代未聞のことだと思います、これは。でこれね、私見ましてね、これ私自身も演説して5年じゃやったんですけど、これは歴史の教科書に出てくる何かだったと思いました。多分ね、これ日本の政界史に将来参政党がもっともっと発展して、参政党を正しく認識する人が増えたら、あの瞬間のあれを思い起こしてですね、日本の民主主義の歴史が変わった最初の瞬間だと思ったかもしれません、思うんじゃないかと思います。そういう瞬間まで作りました。そうやってね、あの場でも言ったんですよ、ずっと選挙回ってね、私の印象、選挙活動じゃなくてこれは国民運動だと。ただ大手メディアが必要に我々のことを書かなかったです。まあ、地方では地方紙とか地方の教科は随分賛成と取り上げてくれたんですが、中央は絶対に書かなかった、ものの見事に書きませんでした、諸派って感じです。だからね、参政党をね、知らない人がすごく多かったんです。そこで、まあ、我々ね、国政政党になって、そしてようやくね、テレビに参政党出てくるようになって、でその選挙の活動とかね、ようやく報道するようになって、急に出てきて盛り上がった政党だっていうふうにね、報道されたんですね。急じゃないですよ、我々去年の12月からやってですね、もう2月ぐらいからやってるんですよ、全国キャラバンね。でそのたんびに通行人の方が足を止めて、なんだこれはって、そしてその方々がそのままドーッとですね、タウンミーティングまで来るという現象が始まってたんですね。何かが違うものがある。でこれはね、おそらくある方が言ってました、日本人の DNA を呼び覚ましてくれたとおっしゃってました。これは決して国粋主義じゃないですよ。よくね、ナショナリズムっていうと危険だと、こういうね、みんなレッテル貼りをマスコミはするんですが、そうじゃありません。どの国にもナショナリズムは当たり前にあるんですよ。自分の国がいい国だと思ってる人たちは、世界のほとんどの人はそうですよ。自分の国がね、おかしな国だと思ってる国民なんていないですよ、どの国にも。日本しかいないんですよ。おかしいんですよ、本当に皆さん。